バリア県における装備容量。能力マイナス3は上部にイズム装置、下方量源に ECM 装置が配されている。本校では海上自衛隊が現在ないし過去に運用していた電子戦装置について扱う。電子戦支援のための電波探知装置にはオルル、またはノールル、電子対抗手段のための電波妨害装置には オルト両方を兼用できる電波探知妨害装置には、ノールクのシステム区分が付与されている。多い、トカチ。いずれも、コ部ブマスト上に、ノールルマイナス1を搭載しているが、トカチでは、改良型のノールルマイナス 1B となっている、海上自衛隊の黎明機には、電子戦への関心は薄く、また連合国軍占領下の日本ではマイクロ波や、 レーダーの研究開発を禁止されていたこともあって、電子戦装置の開発は試行錯誤となった。初の護衛艦である春風型及び苦選定である仮型では、オルルマイナス3が開発されて搭載されたが、資料、技術ともに乏しかったことから、性能的には非常に限定的なものであった。また続く海高型では、オルルマイナス4、 水鳥型では、オルル -4B が搭載された。その後、第一次防衛力整備計画の2年目にあたる昭和34年度で、MSA 協定に基づく、軍事援助計画によって、案、BLR-1 を入手した。BLR の1文字目の、B は、潜水艦用を意味し、受信周波数帯域は VHF から、X バンドまでのフルバンドであった。 この装置の取り扱いのため、電子整備幹部や上級階層は、サンフランシスコ湾のトレジャーアイランド海軍基地に設置されていた ET スクールに派遣されて、海事の先週化過程相当の教育を受けていた。これらの留学生が持ち帰った資料は、第一十課学校などにおいて、海上自衛隊全体の電子戦の十課能力を向上させていった。そしてアン。 BLR-1 に相当する国産機として開発されたのがノールル1であり、イスズ型より装備化された。探知、受信方式はアン・ b l r 1とほぼ同様であったが、オペレーターサイドからの評価としてはアン・ b l r 1の方が良好だった。またノールル1をもとに、 機能を一部削除して小型化を図ったノールルマイナスにも開発され、海高型3番艇として昭和36年度計画で建造された和が高で装備化された。その後昭和39年度からは改良型のノールル -1B が装備化された。この回路構成及び使用等は BLR-1 と概ね同様で同調方式は 機械式の強振空洞方式、フロントエンドは、クリスタル直接検波方式であった。電子管や主要回路なども安定し、部隊仕様に耐える、信頼性を実現して、第3次防衛力整備計画末にあたる昭和45年度計画艦まで、搭載された。またこの艦、高月型1.24番艦では、アン、w l r 1 c が輸入により装備された。 信頼性に富む機材であり、海上自衛隊では、独自に進行破綻を輸入して、フロントエンドに追加し、全地増幅機として、受信感度の増強を行った。搭載鑑定能力 -1 の ECM 用、アンテナノオールル -6 の指向性、アンテナオルト -3 オールル -9B1968 年頃より、蓄後型に搭載する。 電波探知装置の機種選定作業が提起された。ノールル -1B では、同調方式としては、アン、BLR-1 と同様に、機械式の強振空洞方式を用いていたが、これは重厚長大かつ精密な機械装置を要する、ことから、すでに陳腐化していた。しかしその代わりとなる方式の検討が難航した、ことから、しばらくは在庫重当で、アン、 BLR-1 が搭載されていた。この検討を経て、まず出向けとして開発されたのが、ノールル -5 であった。当時は、半導体素子化の過渡期であったことから、イグフィルタ同調素子を採用して、増幅器などは極力固体化されたが、高周波帯には進行破間を使用せざるを得なかった。ただしこのように固体化を図ったことや、信号処理、表示などに、 積極的にデジタル技術を適用して、発光ダイオードなどで操作を分かりやすくしたことから、オペレーターには好評であった。同期は昭和45年度計画で建造された、岩瀬、千歳に初装備された。また筑後型では、後に、第2マスト長部に、方位探知アンテナドーム1機を増設して、機能強化を図った。一方、DD 向けとして、 ノールル -5 と同じ手法で開発されたのがノールル -6 であった。ノールル -5 よりも周波数帯を拡大したほか無線通信で使用する周波数帯における方向探知機能が付加されており立ち風を短所として52年度計画まで7年間にわたって製造された。これに対しミサイル護衛艦やヘリコプター護衛艦が向けの 電子戦装置としては、電子戦支援と電子攻撃の機能を兼ね備える電波探知妨害装置が搭載されることになり、1973年頃より三菱電機によってノールクマイナス1が開発されて、昭和48年度計画間より装備化された。またこれと並行してノールルシリーズと閉鎖するための電波妨害装置の開発も進められており、 昭和52年度に、オルト -2 が、菊月に搭載された後、その成果を踏まえたオルト -3 が開発されて、昭和56年度に、立ち風に搭載されたのを皮切りに装備化された。これと合わせて、昭和53年度からは、DD 向けにも、電波妨害装置との連接機能を付加したノールル -6B が調達されるようになり、初雪より搭載された。 昭和55年度からは、分析系と、型、元向けの機能を分離したノールマイナス 6C が、調達されるようになり、差は、雪より搭載された。この時期には、対艦ミサイル防御が重視されるようになっており、パルス繰り返し周波数の測定誤差が問題となった。対艦ミサイルのシーカーで非用される、X バンドは、軍民の公開用レーダーでも広く用いられる。 周波数であるため、両者を区別するために、PRF を迅速に測定する必要があったが、ノールル -1 では、機械相因式で測定していたものを、電子相因式に変更したことで多少改善したとは、いえ、依然として、測定誤差が大きく、正確な値を得るためには、かなりの時間が必要であった。この問題に対し、米海軍が、案、 BLR-1 に、負荷装置を設けて、PRF を短時間で測定していることに反を取って、海上訓練指導隊軍司令部の電子戦、研究班では、ノールル -6 に連接するためのアナログ式の、負荷装置を開発し、防衛技術奨励賞を受賞したものの、間もなく、デジタル式で国産のミサイル警報装置が装備された。 ために、アナログ式負荷装置は装備化されなかった。搭載鑑定技術研究本部第4室では、エーズムディに対応した次世代の電子戦装置として、昭和50年度より、水上管用電波探知妨害装置の開発に着手していた。これは瞬時探知、妨害を目標としており、昭和52.53年度には、部分試作、昭和54.55年度には、 本施策を経て、昭和56年度から59年度にかけて、雪風において、技術、実用試験が行われた。昭和58年度には、開発を完了したものの、護衛艦に装備するには、非常に大型となり、また、開発期間中に、技術的に陳腐化した部分も多かったことから、まずその技術を応用した、電波探知装置としてノーレルルマイナス8が開発された。 このような経緯があったことから、これは、従来の電波探知装置とは全く別系列で、対艦ミサイル防御を重視しており、通信破壊イズム機能を削除する一方で、ミサイルシーカー派の瞬時探知、全方位同時捜索などの機能を備えていた。また、戦術情報処理装置やオルト -3、電波妨害装置との連接にも対応していた。 昭和60年度間より装備化されたものの、公け試み中から早くも、超短両面が、顕在化したことから、海上爆料幹部主導のもと、官民合同の戦力化検討会が設けられ、改良が重ねられた。一方、水電報を元にした、電波探知妨害装置の開発も継続され、まず混合型より、能力マイナス2が、装備化された。これは、 海上自衛隊のイージス艦において、標準的な電子戦機材となり、アタゴ型でも、一回り小型化するなどした、改正型であるノールクマイナス 2B が搭載された。マヤ型でも、同系列のノールクマイナス 2C が搭載されたが、これは、ECM 機能を削除した、電波探知装置となった。また DD、DDH 向けとしては能力、ノールクマイナス3が開発された。 これは村サメ型より装備化され、高波型にも搭載されるなど、第2世代 DD で標準的な装備となった。その後、デジタル化など最新の信号処理技術を適用した能力 3D に発展し、これは平成19年度計画間から装備化された。受信系については、指向性アンテナを従来の回転式から固定式に変更し、 従来のチャネルライズド受信機をデジタル化することで感度向上を図るとともに探知距離の延伸を実現している。またイズも型のノールク 3D-1 では方向探知の方式を従来の振幅比較方式に対して位相差方式に変更し精度向上を図っている。朝日型のノールク 3D-2 ではさらに 妨害手法の追加やデジタル無線周波数メモリの機能性能の向上、ECM アンテナの RCS 低減などの改正が施されている。またオペマイナス -1 やオークックマイナス -24 などと同様、電子計算機とコンソールを国産のカッツ計算機であるオクスマイナス -1 情報処理サブシステムに更新している。もが型のマイナス -3E では、 本型に搭載されるオペマイナスに多機能レーダーとアンテナ部が共用化されており、レーダーとアンテナを共有する EA は X バンドに限定される。この他、ミサイル艇用の小型の電波探知装置として、ノールルマイナス9も開発された。電波風刺状況での捜索手段として用いられる。搭載鑑定。ありがとうございます。